ローズオブメイです。よろしくお願いします。集まっていきましょう。Do it!
たり意味もなくずっと漏らした吐息向かうから見当たらず感覚の浮遊がとどめるない感情を吐き出した期待やまい心の隅うぅありがとうございます。あ、お疲れ様です、僕らローズオブメイっていうバンドをやらせていただいております。静岡から来ました。でね、ちょっと僕一つ東京来るときに俺絶対言わなあかんなって思ってたことがあって、今日まあ東京から車で来たんですけれども、静岡から東京に車で来たんですけれども、ゆっくり走るなら左車線走ようって思ったんですよね俺。東京おらんすかね、なんかこのお前なんで右車線いてはんのみたいな人って。静岡めちゃくちゃおって、神奈川もどうやらおるらしいんですよ。俺ちょっと東京のことちょっとそういう目で今疑って見ちゃってるんですけど、どうなんすかね。いるよね、一定数ね。
いや、わかんないけど。いいんすよ、別に。ゆっくり走るのはいい。日本って狭いじゃないですか、あのプーチンの国とかに比べたらちっちゃいから。いいんすよゆっくりで。左車線走ろうよ。本当に俺もう言いたいことなくなっちゃったけどね。もう満足した？満足しちゃった俺今。時事ネタは無理やり入れたもんね今、うん、俺今パチンコで8万円ぐらい買ったぐらいの気持ちの気持ちよさになってる。そっか。じゃあ次行きますか。え、行かない時ある。次行くかっつって。え、待って、俺すいません、こいつ。
ありがとうございます。お疲れ様です。めっちゃ始め方下手。え？めっちゃ始め方下手。本日、僕らの後に出はるんかな、ガトスさん CD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。僕らね、静岡だと絶対レコ発とか呼ばれないんで、あのなんかめちゃくちゃにしちゃうんでね、本当に久々のなんかあのレコ発とか関われて本当すげえ嬉しいなって思ってて、ちょっと後で買いに行かせてもらおうかなって思ってます。だからみんなも買おうね。同調圧力好きやんみんな。俺コロナですごい思い知ったけどね、同調圧力の厳しさみたいなやつ。ちょっとパチンコ行ったり、ちょっとスロット打ちに行ったりしただけで周りから言われるんすよ、このコロナ禍の中でバカかねって。ありえる？普通そういうのって。俺別にみんなにコロナをうつさんために生きてるわけでもなければ、パチンコ打ちたいんすよ。そう、すげえ打ちたいんすよ。最近リゼロっていうダイヤマン。よかった、めっちゃ分かってくれる人って。よかった、東京あったけ、バーベルあったけ。バーベルあったけ。パチンコの話やめるか。やめようか、パチンコの話はね、うん、パチンコの話ぐらいしかできへんけどな俺。あと何の話する？樹脂の話する？金型成形の。いいよ、仕事の話や。あ、そう、僕らあの静岡でね活動させてもらってて、まあ、見ての通りポップスやらせてもらってるんですけど、静岡だと、スピッツ系って言われてるのかな、ある意味ね、うん、そう言われてます。でもしね、バベルさんとかで、誰かイベントやるときあったらまた出させていただいたらなってなんて思ってます。で今日本当に次最後の曲になるんですけど、今日対バンしていただいた方々めちゃくちゃかっこいいバンドさんばっかで、もう静岡だともうなんかこんなレベルのバンドさんってもう俺話しかけちゃいけないぐらいのレベルの人たちなんで、ちょっとすごい緊張しちゃってるんですけれども、またね、ちょっとすごいみんなもうなんだ、僕らが出るまでに出てくれたバンドさんみんな好きで、多分、僕らが出た後ガトスさんのこともめちゃくちゃ好きなんで、またちょっと話しかけに行かせていただきたいなと思ってますので、お客さん方も、もし僕ら、なんだいいなとか、キモいなとかいろいろなんか思ったらなんか言っていただけたらなってすごい思います。あの、うん、気をつけます、いろいろ。楽しかったです。ありがとうございます。どうせ僕ら最後なんでね、ステージから最高の景色見たいななんて思ってます。よかったらみんなもっと暴れて楽しんでいってください。お願いします。Back out, no, I'm watching. Locked out, no.
Let's go!